こんにちは。今日はプレッシャーキングプロでナスとモッツァレラのトマトペンネを作っていこうと思います。スーパーで材料を買ってきました。そして今日はなんと新しく包丁を買ったのでそちらを使いたいと思います。ダマスカス包丁といって、錆びにくくて切れ味が良くて耐久性が高いのが、特徴の包丁です。インターネットで買ったんですけど、ただ、ダマスカス包丁って割と偽物も多いらしくって、もしかしたら私の包丁も結構安かったんで偽物かもしれないです。はい、でもせっかくなんで使っていこうと思います。まずはナスを切っていきます。形がなくならないように分厚く切ります。鶏肉に塩コショウを振って下ごしらえをしていきます。ベーコンも切ります。鶏肉は一口大の大きさに切りました。プレッシャーキングの電源を入れてオリーブオイルを入れます。刻みニンニクをスプーン1杯分入れます。そしてベーコンと鶏肉を炒めていきます。軽く炒め終わったらペンネを入れます。ナスとトマト缶を入れます。水も少し加えます。コンソメを一つ入れて蓋を閉めます。バルブの向きを確認してパスタモードで加圧していきます。設定時間は1分にしました。オンのマークが出たら設定完了です。こんな感じになりました。少し軽くかき混ぜます。ペンネの柔らかさもナスもちょうどいい感じになりました。さあ、これで完成ではないんです。最後に仕上げでモッツァレラを入れていきます。
温の状態でモッツァレラを入れて蓋を閉めて5分くらい待ちます。はい、今度こそ完成です。こんな感じにできました。結構モッツァレラがよく伸びるので器によそるのがちょっと大変です。初めてパスタを作りましたが、なんとかうまくできたと思います。とっても美味しくできました。